国立銀行紙幣とは明治の初期に国立銀行が発行した紙幣である。打官紙幣と俯瞰紙幣がある。明治維新以降に発行されていた大乗観察や民部小札や明治通報などの政府紙幣は俯瞰紙幣であり、当時は金本位制が国際的な流れで日本でも打官紙幣を発行する必要性があった。明治政府は 金本位制度の確立を民間に任せることとし、1872年に国立銀行条例を制定した。これにより4行の国立銀行が設立され、1873年から、打艦紙幣としての国立銀行紙幣が発行された。しかし、金貨の不足から、紙幣発行額に制約があり、経営不振に陥り、やむなく1876年に、 国立銀行条例を改正して、俯瞰紙幣の発行が認められるようになってからは、国立銀行の数が急増し、俯瞰紙幣としての国立銀行紙幣が発行された。しかし、翌1877年の西南戦争の戦費を賄うなどもあって、紙幣発行額が急増し、1879年から1880年にかけてインフレーションを招いた。 そのため紙幣整理が大熊財政と松方財政にて行われた。第一国立銀行発行の国立銀行券10円券と同時期のアメリカのファーストナショナルバンクオブトレントン発行の10ドル券。構図が告示している各国立銀行が発行したため発行社名は銀行ごとに異なるが額面や形式は統一されている。また印刷は ダカン紙幣に関しては、アメリカの印刷会社コンチネンタル、バンクノートカンパニーで行われた。図案であるが、ダカン紙幣は、アメリカの当時の紙幣の歴史的場面を描いたシリーズを参考にしたため、日本神話や現行襲来を題材にしていた。後に、俯瞰紙幣が日本で印刷されるようになってから、食産工業を題材にしたが、俯瞰紙幣は5円と1円の2種類しか、 発行されていない。基盤号であるが、打管紙幣には、アルファベット記号とアラビア数字による基盤号と、十二子の漢字記号と関数字による基盤号の2種類の基盤号が印刷されている。俯瞰紙幣は、関数字による基盤号の1種類となっている。いずれの紙幣もアメリカに製造を外注したため、名番には、外注先のコンチネンタルバンクノートカンパニーの名が、 記載されている。第号は、いずれの剣士も、第日本帝国通用紙幣である。つかしは入っていない。画館文言として、この紙幣を持参の人はいつたりともえむ相渡し、さる僧侶なり、交際証書引き当て文言として、この紙幣の引頭として、日本政府の交際証書を、東京大蔵省の推答領に、預こうなり、放火表示文言として、 開口上輸出入税並びに、交際利息の外は、この紙幣に本国中書面の金高に通用いたし、政府か差し出し所籍税上納金あるいは政府より、かわたし報給書筆等にも、無差し使い所用を不べきものなり、偽造罰則文言として、この紙幣を頑増する者アルハ元像の紙幣を,ののを、通用する者アルハ元像の番を所持する者アルハ箱の、紙幣に用を振る紙肉を頑増する。 母いずれも皆国宝をもって、これを原価に称すものなりといった文言が、懸命に記載されているが、これらは、当時のアメリカの紙幣にも記載されていた文言に、習ったものであり、内容を模倣し、日本語訳したものである。1円1円券1円券2円2円券5円10円10円券20円紙幣料を、紙幣局と改め、様式印刷で、国内製造を始めた。 第5号は、いずれの県種も、大日本帝国国立銀行である。しかしは入っていない。支払い文言として、この紙幣を持参の人に、破表面の金印通貨を持って交換すべし、交際証書引き当て文言として、この紙幣の引導として、日本政府の交際証書を、大倉省水当局に預かり候なり、条例改正、製造決議文言として、 明治9年8月1日、条例改正明治10年4月13日製造決議、偽造罰則文言として、この紙幣を、元蔵氏アルハ元蔵と地鉄用する母国法に、小べしといった文言が、懸命に記載されている。前述の打艦紙幣と異なり放課表示文言は、記載されていない。紙幣懸命中央の、1円、5円の額面金額の文字の上に、 値の文字が小さく表記されている。一円通称は水平一円である。表面中央の菊花紋章の周囲には右側に桂、左側に歌下側に勲章の菊花章があしらわれている。五円通称は家ジヤ五円である。表面中央の菊花紋章の周囲には右側に桂、左側に歌下側に勲章の菊花章があしらわれている。 日本銀行の設立により1885年から日本銀行券が発行開始されたことを受け、紙幣整理の政策の一環として1896年3月9日に交付された国立銀行紙幣の通用及び引き換え期限に関する法律に基づき、1899年12月9日をもって国立銀行紙幣の法的通用が禁止され廃止と、 なった。なお、同年末には、明治通報と改造紙幣も通用停止となっており、これらにより日本国内で流通する紙幣は、日本銀行圏へ一元化された。新帝国議会の協賛を経たる、国立銀行紙幣の通用及び、引き換え期限に関する法律を採下しここに、これを交付せしむ。漁名漁事明治十九年三月七日、内閣総理大臣公釈。 伊藤博文、大倉大臣施策、渡辺国武法律第8号第1条、国立銀行紙幣の通用期限は、明治32年12月9日とす。第2条国立銀行紙幣を所持する者は、全条期日の翌日より換算し、万五か年内にその引き換えを政府に請求すべし、全校の引き換え期日を、かぐるときは全て所持人の損失とす。 第3条本法は官名または平穏査点に係る国立銀行の紙幣にはこれを適用せず、後継は1885年5月9日から翌1886年年にかけて発行開始された日本銀行打艦銀券である。ただし日本銀行打艦銀券では20円券及び2円券は発行されなかった。この他に発行開始当初から明治通報、 1881年2月以降は、改造紙幣が並行して通用していた。減存数が少ないため、現代の古銭市場では、全体的に、数万円、数十万円以上の高値で取引され、特に打管紙幣の10円券と20円券は、減存数が非常に少なく、数百万円、数千万円のオーダーで取引されている。ありがとうございます。